シモン・トルップ・ケアは、デンマーク・ホーセンス出身のサッカー選手。セリエ AAC ・ミラン所属。ポジションは DF。デンマーク代表。191センチメートルという長身で、空中戦に強く、守備だけでなく、セットプレーなどの攻撃においても頼りになる存在である。日本語では、ケアの他にも気ある、スウェーデン語の語用から来た、シェアなどと表記される。 デンマークの FC、ミッティランにてキャリアをスタートさせた。チェルシー FC、レアルマドリードなど欧州のトップクラブからオファーが届くが、移籍金の額が低すぎるとしてミッティラン側がオファーを拒否した。イタリアで開催されたユース大会のトルネオディビアで活躍したため、大会直後の2008年2月16日に、セリエ A の US チッタディパレルモへの移籍が内定した。当初、 イタリア語の習得など環境への適応に時間がかかり、経験豊富なチェーザレ・ボボ、モリス・カロッチエ・リラの控え扱いであったが、10月28日のアッコフ・フィオレンティーナ戦にてデビューを飾ると、激しいマークで相手の攻撃を抑え、ポジショニングスピードともに優れた選手であることを証明。以降、定位置を確保した。2010年7月8日、ドイツの VFL ・ボルフスブルクへ、 推定遺跡金1200万ユーロの4年契約で遺跡した。これにより W 杯でも対戦した日本代表の首相、長谷部誠とチームメイトになった。ボルフスブルクではセンターバックのレギュラーを確保したものの、チームはシーズンを通して会に低迷し最終節の TSG1899 ホッフ,フェンハイム戦で過労じて残留を決めたが15位に止まった。 2011年8月31日、エースローマにレンタル移籍し、2年ぶりのイタリア復帰。レンタル料は300万ユーロであり、シーズン終了後に700万ユーロで完全移籍できるオプションが付けられた。2013年7月、ラスックリールメトロポールへ完全移籍。移籍後からすぐに、フランスのプレイスタイルに馴染み、チームの10試合連続無失点達成に貢献した。 2015年6月17日、トルコのフェネルバフチェース経へ移籍を決めた。2017年8月2日、セビージャ FC2250 万ユーロ移籍が決定。2019年9月1日、アタランタ BC にレンタル移籍。2020年1月13日、2019から20、シーズン終了までのレンタルで AC ミラーに移籍した。 2020年7月15日、AC ミランは買取オプションを行使、契約期間は2022年6月30日までの2年契約で完全移籍したことが発表された。2006年より U-19 デンマーク代表、2008年より U-21 代表に選出。2009年2月にデンマーク A 代表へ初召集され、2009年6月に 行われた2010ワットハイ、欧州予選のスウェーデン戦で代表デビューを果たしこの試合で、ズラカン・イブラヒモビッチを抑えた。2010フィファワールドカップ本大会にも選出された、レギュラーとしてプレーしたものの、グループリーグの最終戦で、日本に敗れ、決勝トーナメント進出はならなかった。続く UEFA ユーロ2012のメンバーにも選出された。 2013年3月22日の2014、ワットハイ、欧州予選、チェコ戦で代表初得点を挙げた。2016年に日本で行われたキリンカップに出場し、ボスニア・ヘルゼゴビナ戦で得点を決める。また、ボスニア・ヘルゼゴビナ戦、ブルガリア戦で、キャプテンマークをつけ、現役引退をしたアッパーに次ぐ、代表キャプテンに選ばれる。 サッカーを始めたきっかけが父親にあり、家族全員がリバプール FC ファンである。所属していたトルコのフェネルバフチェスケーでの彼のあだ名はバイキングだった。フェネルバフチェでプレーするケア2020年8月6日現在。ありがとうございます。